アスナルトーシコモ。成長株にあんまりの下落にあんまりそこまで影響するようなものじゃなかったんじゃないかっていうふうに私は考えておりまして、実は去年のその中小型グロース株全般的にパフォーマンスが上がらなかったのは、実は中国の景気鈍化、こっちの方が大きかったんじゃないかなっていうのが私の意見なんですね。で、去年の中国の景気鈍化の後なので、今年は中国、かなり慎重な見通しを示してますが、去年比では当然、景気は回復することになります。で、この景気が回復するのに伴って、世界の特に製造業のところもそうですし、特にその大企業製造業だけではなくて、そことのビジネスをやっているような中古型の成長株っていったところにも今年は多分フォローの風が吹くという見立ての方がいいんではないかなというのが、正直今のところ私のストラテジーの根幹です。ですので、アメリカがじゃあ、利上げのペースが、まあ、一番直近の FOMC では 0.25 でしたので、そのペースがだんだん落ち着いてきている。で、もしかしたら、もう利下げっていうようなことも今年の後半には行われるのかもしれない。まあ、これももちろんフォローなんですけれども、それよりも中国の経済、中国経済、中国景気が大きく回復していく。ここが結構大きいポイントなんじゃないかなというふうに、私はストラテジー的に見ています。はい。それが、こちらの、資料の、にある説明なんですが、まあ、はい、これは、お読みいただいた通りなんですけれども、直近のところで3月の頭に、中国で全人代が行われて、そこでその、今年の経済成長見通しっていったものが発表されたんですが、これは、先ほど冒頭にご紹介申し上げました通り、中国経済は回復するので、回復が見込まれているので、まあ、各界のエコノミストたちは、みんな結構、思いっきり強めの数字を出してたんですね。ただ、それは下回る形になってきたんですが、そういう目標が、その全人代の時に、その中国政府当局から示されたわけなんですが、それを決してその、まあ、ネガティブ視しているわけではなくて、去年は高めの数値目標を出していながら、そこに全く到達しない成長率だった。で、これの反省もおそらく中に入っているので、今回は少し、保守的な数字を出した。なんだけれども、実際は結構 V 字回復で大きく、回復するんじゃないかっていうような、見立てが、これは市場関係者の中では主流を占めているというふうに考えていると思います。はい。で、この2ページ目ですかね、ここに書きましたが、実は今ちょっと、もう裏工作が進んでるんじゃないかと言われているような、報道、指摘も、ちょっとずつ目にするようになってきましたが、中国の経済の V 字回復の鍵は、輸出も輸入も、つまり貿易面がどれぐらい増えるかっていったところなんですね。なんですが、これで、つい最近ですけども、中国の、まあ、習近平氏が、ロシアを訪問しましたが、おそらく、表向きは、その、ロシアとウクライナの停戦に向けた、その仲介役を買って出たというような、表向きはそんなことになっているようなんですが、おそらくそれだけではなくて、一応その役を買って出て、実際にその停戦になった折には、ロシアとの、その、まあ、貿易面での関係性、ここで一歩リードしようっていう、まあ、腹があるんだろうな。
で、この指摘は、市場関係者の間では、この1週間ぐらいだけでもだいぶ高まってきているように思います。ですので、そのロシアとの、貿易面の中でイニシアチブを取ろうというのが、おそらく、中国側の腹なんだろうな、という感じなんですね。で、この1枚目のここのところに、いくつか、市場関係者の見解をご紹介しましたが、その下から2番目ぐらいですかね、実は、中国のその貿易面のところが V 字回復しないと一番困る位置にいるのは、実は韓国だと言われています。で、韓国の次が日本、もしくは韓国と同一ぐらいのところで中国のその景気回復のその影響を受けやすいのは、まあ当然その地理的な関係から言っても日本だという指摘の方が今、市場関係者の中では主流になっているように思います。ですので、これは逆説的には、中国の景気回復が大きく出れば出るほど日本の経済にとってもプラスになってくると。こういうふうに申し上げてよろしいんだろうと思うんですね。2019年に中国人観光客の韓国における消費は1人当たり平均ね、1689ドルって書いてありますが、要はその韓国にとっても中国がどういう景気回復を遂げるかどうかが、その韓国経済にも非常に大きな影響を与える。まあ地理的なことから考えても、これは非常に納得のいくところだと思うんですが。そうすると、その市場関係者がみんな考えている根本的なストラテジーとして、今回中国の景気回復が期待される、されるんであれば、韓国、日本といったところが、おそらく一番メリットを受けやすいだろう。米国よりも、欧州勢よりも多分大きいんではないかなと。まあ、こんなところも、日本の経済成長、まあ、それに伴った、株価の切り返し、もしくは上昇といったところに一番フォローなんじゃないかなと。こんなふうに考えている次第です。はい。まあ、これが、こちらの農法で申し上げたことですね。ちょっと、はい、どうぞ。中国なんですけど、コーダリが、はい。して、はい、あの処理っていうのは僕らから見るとさっぱりわからない、ね、さっぱりわからないですね。いや本当におっしゃるみたいで、ないはっきりするのは、うん、土地はほら地方自治、はい、会社も持ってるわけじゃないですね。全部です、うん、当然それを買ってるのはやっぱり市民なんですから、何兆円以上の財源を本来は全部知ってる、何でも全部知ってる、うん。